どうも、梶ヶ谷拓也です。今日は皆さんに iPhone の写真動画を外付けハードディスクに保存する方法というのを紹介したいと思います。これはですね、パソコン等を特に使わずに iPhone と外付けハードディスクを直接つなげて保存するという方法になります。で、以前ですね、 USB メモリーに保存する方法を紹介したんですけれども、やっぱりコストパフォーマンス的には大容量で値段も安く買うことができる外付けハードディスクの方法を押さえておくのがいいかなと思いましたので、この方法を紹介いたします。まずですね、この方法をやるのに必要なものがですね、iPhone ですね、もちろん iPhone で、iPhone もですね、一応バージョンがありますので、バージョンを確認しましょう。設定を開きまして、一般ですね、一般を開いて、情報を開いて、このシステムバージョンというところが13という数字以降であれば大丈夫です。これが12とか11とかから始まる数字の場合はソフトウェアアップデートをしないとこの機能は使えませんので、それだけ確認してください。それではですね、それ以外に必要なもので言うとアダプターが必要なんですけれども、まずですね、注意事項が言ってありまして、この感じでちょっと見えますかね。こっちが USB のこう差し込み口のみですね、この長方形の外付けハードディスク、あのハードディスクとかでつなげる方の長方形のみで、こっちがそのつなげるところとプラス iPhone の充電で差し込むライトニングの差し込みがあるタイプですね。この中のこっちの方が対応になります。こっちの方だとできませんので、買われる場合はこっちを買ってください。で、まあ、説明文にもどれを買ったって載せておきますけれども、基本的にはですね、これ Apple の純正のこのケーブルアダプターじゃないと作動しないというふうに思ってください。まあ、あの純正じゃないものでも安くて手に入るものがあると思いますけれども、基本的にはこういうものはですね、純正のケーブルが対応するもので、それ以外にも、まあ、運が良ければ対応するみたいな感じで考えておこうがいいかなと思います。で、この、まあ、アダプターが必要になりまして、それ以外に必要なもので言うと、外付けハードディスクなんですけれども、まずですね、外付けハードディスクの横、まあ、2種類ありまして、このポータブルというタイプで、この長方形をこうパソコンとかですねに差し込むものと、あと外付けのハードディスクだけですね。で、これにコンセントとかつなげるものがないタイプですね。このポータブルというタイプと、あと据え置き型と呼ばれる、こんな感じで、電源ケーブルがこうつながってまして、電源はまた別で取らないといけない、コンセントをつなげて、さらに、まあ、こっちのケーブルは基本的に同じなんですけれども、このケーブルを挿して、でこれをこう相手のパソコンの方につなげるみたいなタイプの、外付けハードディスク据え置き型ですね、があるんですけれども、今回ですね、このポータブルのタイプは対応してません。この据え置き型のみが対応してますので、ですので、今から買われる方とかですね、すでにお持ちの方は、この据え置き型のみ作動するというふうに考えてください。で、これだけ揃えばですね、基本的には今回やろうと思っていることはできます。まずですね、やっていこうと思うのがですね、このアダプターは、ここがですね、ライトニング端子といっても iPhone に充電するときに差し込む端子になってますので、iPhone の方に差し込みます、このような形で。で、先ほども紹介したんですけど、ライトニングの端子と、USB の差し込み口の端子がありますので、このライトニングの端子の方にはですね、電源から引っ張ってきたこのライトニングケーブルを差します。で、iPhone の方でこんな感じでピコンって言ってこう充電中のマークが出ると思いますので、これで充電できているのが分かります。前回の、まあ、以前のですね、その USB メモリの動画で、ちゃんと作動しないみたいなコメントをしている方がいらっしゃったんですけれども、ここら辺もですね、基本的に純正ケーブルじゃないと作動が、まあ、保証されてないと。で、それ以外でも、まあ、運が良ければというかですね、基本的には作動するもの多いんですけれども、純正じゃないものを使っている場合はこれが原因かなと疑ってみるのがいいかなと思います。で、今つなげたこのアダプターと、充電ケーブルですね、プラス、もう一つのこの長方形の差し込み口のところに、この外付けのハードディスクのこの長方形のものを差し込みます、はい、こんな感じですね。今これつなぐことができました。で、この外付けのハードディスクの方がですね、これ電源つながないといけませんので、電源ケーブルをつないでいただきます。で、今見ていただいて分かる通り、こちらは電源がもう自動で入りましたので、これでできます。で、これで保存することができるんですけれども、まずですね、この外付けハードディスクの方の注意点を紹介します。例えば、Amazon とかで、外付けハードディスクを買おうと思った時に、まあ、こういうようなページ
で一覧表みたいなので見れるんですけれども、今回対応しているこの外付けハードディスクの中のフォーマットというベースの書き込みのですねシステム、まあフォーマットですね、規格が NTFS とかこの今書いてある欄わかりますかね、 EXFAT とかですね、まあ、NTFS とかあるんですけれども、今回この外付けハードディスクで iPhone で読み込むことができるフォーマットが、FAT ですね、 FATか EXFAT、 これですね EXFAT か暗号化されていない APFS か、暗号化されていない HFS プラスですね、この4つのフォーマットになりますので、これのどれかじゃないと、反応しません。で、以前紹介した USB メモリの方も同じで、このフォーマットが違うと、反応しませんので、フォーマットが違うものをもし万が一、買ってしまったとか持っている場合は、パソコンとかにつなげて、一度フォーマットをして、先ほどのこの4つの形式に、対応しているものに、フォーマットしてからつなげれば反応しますので、ここら辺もですね以前の、USB メモリの話と、この外付けハードディスクの話同じになりますので、よく注意していただければと思います。で、例えば、パソコン持ってなくてもフォーマットができないよという方は、あらかじめそのフォーマットになっているものを、購入する必要があるんですけれども、例えば今回のこの並びでいうところの、この真ん中の MyBook は、EXFAT ですねという規格に対応してますので、これを購入すればもともとそのフォーマットのものを購入ができますので、つなげるだけで、すぐですね保存することができるという形ですね。で、以上が対応する規格になりますので、ここまで対応していればですね、基本的には問題ないはずです。これでですね、全ての項目がセットが完了したらですね、まずこのファイルというアプリを開きます。そうすると、上から3つ目ですね、この WD のこのエレメンツというシリーズのこのハードディスクを認識しているのが分かります。ですので、基本的にこの項目に出てきていれば、認識をしていてここに保存したりとかすることはできますので、まずこれでチェックをしましょう。で、これで問題なければですね、写真アプリを開きます。で、例えば、まあ、保存したい、アルバム丸ごととかですね、iPhone 内の写真とか動画を、まあ、丸々でもいいんですけれども、保存したいこのアルバムとかを開いたらですね、右上の選択をしまして、基本的にですね、こう選んでいくと、結構時間かかりますので、おすすめの使い方としては、横になぞってから、下とか上にこうドラッグすると、全て選択になりますので、これでいうと一番左上のところを押して、右になぞって、下にそのままドラッグをしていくと、全て選択になります。これで29枚選択できましたね。で、この選択した状態で、この左下の四角と上向き矢印を押します。そうすると、一番下に表示されている、ファイルに保存という項目がありますので、ここを押します。そうすると、こう準備中というような形が出てきて、で準備が終わったらですね、どこに保存しますかというような形で、この3つの選択肢が出ているかなと思います。で、私の場合はこの iPhone 内と、iCloud ドライブ、そして、この WD のさっきのこの外付けハードディスクの名称ですねが出てますので、この外付けハードディスクを選びます。で、右上の保存を押すと、このまま、さっき選んだ29項目が、この外付けハードディスクに直接保存されます。で、実際ちゃんと保存ができているのかというとですね、このファイルを開きまして、先ほどのこの外付けハードディスクですね、これを選ぶと、今保存した29項目が、全て入ってますね。で、29項目って実際に書いてありますけれども、これで、外付けハードディスクに直接保存することができます。で、もう一つですね、以前の動画でですね、ちょっとこう質問が多かった内容で言うと、今度こっちにある写真を iPhone 内に保存する方法を教えてほしいという話がありましたので、これも簡単に説明します。で、まあ、一番分かりやすい方法で言うと、今これですね、この外付けハードディスク内の写真を見てる状態なんですけれども、この状態で、右上の選択を押して、取り込みたい写真を選びます。まあ、例えば、まあ、一番左上のこれ1個だけでもいいですね。で、これを取り込みますと言った時に、この左下の、四角と上向き矢印を押しまして、で、これ出てきた項目の中の下の方にですね、画像保存という項目がありますので、画像保存を押します。
そうすると、この左上の今選んだものがですね、写真アプリに保存されたという状態です。で、これ写真アプリに保存されましたらですね、これ、写真アプリを開きまして、で、この下の並び このアルバムというところを見ると、この最近の項目というところに今保存したものが、来てますよね。で、これ注意点というか、まあ、なかなか理解してない方が多いんですけれども、保存した順番でこの最近の項目というところに写真が保存されまして、で、このアルバムの中の最近の項目は保存した順番に表示されるんですけれども、この左下の写真と書いてあるところ、これはですね、撮影した日付順というか、これ元々の写真の日付順に並びますので、ですので、一回こっちに戻したものを、保存したものをまた戻したら、順番が入れ替わるんじゃないかっていう風な形のコメントされる方もいらっしゃるんですけれども、この最近の項目ですね、保存した順では順番が入れ替わるんですけれども、この左下の写真というところを押すと、撮影日の方の日付で入れ替わりますので、その点だけ注意していただければ基本的には問題ないかなと思います。ちなみにですね、全ての、工程が終わりましたら、基本的にはですね、このファイルをですね、下から上でこのバックグラウンドから、消していただいて、これ消した状態で、iPhone 画面ロックをして、で、ケーブルを外すという流れを、取ってください。基本的にはですね、読み込み中にケーブル外すとですね、中のデータがこう読み込みができなくなったりとかする可能性がありますので、そこだけ注意していただければと思います。今日の動画を見てですね、一つでもいいねというところがありましたら、この高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。こんな感じでですね、iPhone とか家電製品全般の情報を提供しておりまして、現在ですね、こちらの超すごい iPhone が絶賛発売中になっておりますので、こちらもチェックしていただけると幸いでございます。それではチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。